今回のテーマは田村とアウトソーシングです。森藤さくらの神通力とコンシェルジュ、お届けするのは能楽師森西二です。経営コンサルタント藤野潤です。自分放送局開局請負人桜木節、この3人でお届けします。田村とアウトソーシング、田村って誰ですか。田村といえばあの田村さんですよ。田村さん、田村君、あの田村君、あの田村君ですか。坂上の田村丸っていう人ね。歴史の教科書にも出てきますよね。そうですね、初代、はい、征夷大将軍。征夷大将軍ですよ。征夷大将軍、将軍様ですがね。え、知らないの。あれそういうのはあの娘に。あ、娘に、娘、うん、まあ、その方の登場する能があるんですけど、能、ね、の題名は田村というふうになってますね。銀座とかね、あの辺にあるようなちょっと料亭みたいになってますね。田村寿司屋とか。か高級そうですね。高級そうな、なんかいそうじゃないですか。今日のとこ特にもう番頭ですからね、元番頭ですから、本物の本物の、ね、で田村とアウトソーシング、はい、田村というお能の演目ですか。演目ですね、はい、はい、前場はですね、まあ、お坊さんとその地元の人がこう出会うと、で桜がこう咲いてる時期に木の下を清めている、まあ、少年のような、まあ、人ですね、うん、がいて、お坊さんとこう会話をしているような場面が前場です。はい、はい、でまあいろんな名所でね、あそこにどういう名所がある、名所があるっていうような、なんかそういうほのぼのとした雰囲気で、後場になるとその坂の上の田村丸っていうのがですね、まあ、こう登場してですね、あの幽霊というかちょっと神格化されたようなイメージなんですけど、そしてその恵比寿対恵比寿成敗っていうんですか、その征夷大将軍の一手、恵比寿じゃないですか、はいはい、その恵比寿を退治した時の様子を語るという話なんですね。恵比寿って何ですか。征夷の意は恵比寿っていうことですよね。そうそうそう、恵比寿を討伐征伐する役が征夷大将軍、うん、ざっくり言うと原住民と言ってしまうとちょっと語弊があるかもしれませんけど、もともとはその北の方のあれでしょ、ね、京都が真ん中だ、この頃の日本の話だから、うん、東国東の国って言ってその関東地方があって、それよりもっとこう果ての方の当時まだちゃんとした場所じゃなかった、豪族みたいなの恵比寿っていうところが住んでたような、うん、ところをちゃんとこう切り開いていって征伐してくるっていうのが征夷大将軍の始めなんじゃない、うん、な、初めて知りました。僕中学の時にそんな感じで多分聞いたことあるんですよ。あ、そうですか。聞いたことあるんですよ。恵比寿っていうとやっぱ大化変えてこれじゃねえかこれ自分飲まないんで。え、じゃあ要は自分でやらなかったってことですか、その成敗に行くのに。じゃあ成敗に行ったんですよ、自分で、ただこのお話物語だと、その成敗する際にですね、千手観音がこう自分たちの後ろに出て、千手観音連れてたんですか。千手観音が出てきて、その相手に対してこう矢を放って相手をこう全滅させたという。千本出てくるわけだ。一気当選ですね、そうですね、すごいね、今いい言葉を使いました。ですからこう、まあ、ちょっとねでしょイメージすると SF のような話ですよね。そうですね、なんかこうハリウッドかなんかでやってほしいですね。ですね、一気当選。だからこう相手とこう対してる時に、まあ、こう後ろから千手観音がバーッと出てきてですよ、全ての手から矢が出てくる。そうそう、全ての手から、10人ぐらい欲しいね、友達に千手観音1万の手が田村君より千手観音、まあ、というような勝ったという話なんですけど、能の中ではあのほとんどがですね負け戦のお話が多いので、勝ったお話っていうのは、まあ、3曲勝ち修羅っていう言い方をするんですけど、へえ、その中の一つ、その中の一つですね。へ、それはやっぱ自分で戦わなかったからですかね。いや、自分戦いに行ってるんですよアウトソーシングしてるじゃないですか。アウトソーシングも考え方って決して依存するっていうことじゃなくてね、得て増えてがあるじゃない、ありますね。で、実際に現場で動かす人もいれば、ディレクションする人もいれば、要するに放送作家さんみたいにこうシナリオを作る人もいれば、いろいろこう、いる中で一つのプロジェクトが出来上がる。今一番活躍してるのは税理士さんですよ、きっと。ああ、そう、まあ、そうね、そういうのタイミング的にね、そういうそこをね、自分の得て増えて増えてのところを、全部自分で頑張ってやろうとするのも一つの手だし、ではなくて、
持ち屋は持ち屋じゃないけれども、その得意な方のご理解とご協力を得てね、うん、結果的にはその自分のやりたいことがちゃんとこううまく、うん、よりよく成し遂げられるという考え方、そういう仕事の仕方、うん、アウトソーシングって言いますけど、うん、まさに征夷大将軍がちゃんと恵比寿討伐に出かけていくんだけれども、うん、でいろいろ兵隊たちも引き連れていくんだけれども、うん、千手観音っていうそのまさに手を借りて目的を達成したわけですよね、うん、アウトソーシングスピードアップですね。スピードアップになりますよ。これはすごいスピードアップ、効率アップだし、効率アップでいい結果が得られてる、勝ちっていうね、いい結果が得られてるわけなんで、アウトソーシングって持ってきてみたんですけど、うん、アウトソーシングっていうと本当にできないことをなんか人に頼むっていうのがなんかまあパッと思いつくような考え方ですけど、できるけど手が回らないこととか、うん、もっとたくさんこうやりたいことを人に頼むというのも一つですよね。そうですね、あの考え方って、いいゴールを目指すわけですよ、そこに向かっている中で自分がやった方がいいのか、うん、ここの部分は、人様の得意な方の力を持ってきてそれを達成するのがいいのかなっていう優先順位だったり、こう自分の選択価値基準によってここは自分でやらなきゃいけないとかね、あるいはもっとディレクションしてる人だったら ここはこの人、ここはこの人、ここはこの人で僕はこれをやるみたいな、そういうチームビルディングとまではいかないけれども、そのチームで仕事をする時なんかは特に必要だし、本当に個人事業主で一人で仕事をしている人なんかはこういう考え方でね、難しい言葉で言うとコアコンピタンスっていう、本当に自分の提供したいもの、提供しなきゃいけないものだけにギュッとこう集中して、それ以外のところは人に任せてやりたいことを達成しよう。そこもだから選択と集中というかさ、いるとこといらないところ、自分でやるとこと出すところを決めてやっていって、でゴールを目指そうというところなんじゃないの。だから田村君がさ、千手観音はちょっといいよって言って自分の閉鎖的な立ちだけでやったらもっと大変なことになってたはずで、田村君と千手観音がうまいことアウトソーシングしてるわけですよね。まあ、血を流さなくてよかったでしょうね、自分の方の。素晴らしいですよね。素晴らしいですね、うん、じゃあ自分もアウトソーシングを受けてる側になります。受けてるでしょ、千手観音側でしょ、うんうん、そうですね。でセミナーやってるような人が自分で YouTube に動画をアップしようと思って、うんうん、カメラ買ってマイク揃えて、うんうん、大変大変、それ大変ですね、やってみたけどうまくいかなくてお願いしますって方がいるので、うん、じゃあ実際それが必要だと思っている人にとってはその部分をお任せくださいというのが、うん、先週観音が、うん、そうそうそう、だから考え方は、うん、そのセミナーをやる人ってそのセミナーをやることだったりそれで伝えたいことが本業でさ、いいですね、YouTube にアップするというのはその手段というか、うん、であってそこが本職じゃないから、ね、でもそれをしたいと、うんうん、でそこはプロフェッショナルである武士さんの力を借りて、うん、機材も少なくて済む、技術的にも高い専門的なものがあると、うん、だったらお互いの力がポッと合わさればいいものができる。そうですね、うん、だからその方も実際に自分で機材買って全部揃えてるので、うん、本人はたまに出せばいい感じだと思うんですね、うんうん、であとは定期的にこちらが出しますという形が取れるので、うんうん、千手観音じゃない、千手観音すごいじゃない、なんかロゴマーク千手観音、千手こういうのにしたんですか、こういうすごいシンプルなロゴマーク作ってるからなんで千個も手をかけてるんですかちょっとアニメーションにしちゃって、みたいなモーションロゴ、モーションロゴ、沸騰し、基本的にですね、動画の中で何かを訴えたいときには動くものを別に用意しちゃダメなんですよ。あ、そうなの？目がそっちに行っちゃうんで、うん、でもまあ自分でよく作りますけどね、その動くロゴみたいなやつをこの辺でこうポコ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 動かしたりする動画作りますけど、1000本来るんだぜ。でもそういうことができるプロなわけだよね。でも、うん、さっき言ったように、うん、千手観音に頼まなくてもやる方法はありますからね、うん、ただやっぱりその向き不向きというか、うん、それ大切に思ってるけどもそこまで手が回らないような人は、うん、お願いしてもらえればもういつでも、でセミナー会場であったりっていうところに出向くこともできるわけでしょ、あとは、こういうスタジオも用意できるし、それからもう一つほら最近自分でできるってのやってるじゃん、ワークショップ。あ、俺もやってんだ、うん、ワークショップ自分のね、あ、うん、それこそそうですよ、自分は動画とか美術のことは分かるんだけども、うん、そのビジネスのことは
わからないわけですよ、うんうん、その金にしろ金にしろ言うじゃないですか、ええ、言いますよ。でも自分は金にしなくちゃいけないのにピンとこないってところがあるので、やっぱあの、うん、チームでワークショップをやると、うんうん、あ、そう、いや、その部分はそちらにお任せします、うんうん、こちらの部分はここでやりますということは、うんうん、あれもちょっと形は違うけど、そうアウトソーシングになるんですね、うん、最近ね、でこの今度3月にもあるんです、お2人でやるのは、はい、でそしたら今日その話をしたら、ええ、こちらの先生がスタジオ M というのを思ってM スタジオで、お座敷お座敷セミナールーム、うんうん、M スタジオで4月からねやりましょうかね。いいですね。4月からその自分でできる YouTube 講座、うん、やっぱりこうアウトソーシングってそういう話になってるんですか、うん、自分呼んでもらえるんですかそれ。先生じゃん先生いや今初めて聞いたから。まあね、アウトソーシングって言ってもそこまでの、ね、予算取れない方とかちょっと思いついた時にパッとやりたい方なんか自分でちょこちょ、ちょこっとね、うんうん、やったのを、まあ、業者さんに頼んだりするのもいいかもしれないですね。そうですね、うん、すっごいんだから、だってセミナールームになっちゃうし撮影スタジオにもなっちゃうし中野場と同じですね。スタジオ M、 スタジオ M、 スタジオ M、 森沢っていうだけなんだけど、ね、森沢スタジオスタジオ M で検索してください。出るんですか検索リンクがあるならあの説明欄に貼っておきますので、さっき名前がついてから検索すると違うところが出てくるかもしれないですよでもこうやってこうね、本当アウトソーシング田村さんの時代からやってたわけですか。あれ いつぐらいでしたっけ、桜上の田村麻呂さんがいた時代どう、何年900何年という感じ、そんなぐらいでしたかね。ちょっと今正確に年号を見て、多分ませんでしたけど、あれですよ、最初の征夷大将軍ができたぐらいの時代です。そうだね、その話をしてるんだ。そうそう、だからさやっぱあのうちの娘の得意分野なので聞いてみますよ正解はこの辺、はい、いやいや検索してください出てきますきっと今日はこんな感じで、はい、はい、どうも、はい、ありがとうございました。